はい、ともチャンネルです。ただいまですね、私の愛車、ルノーのライト8ですね。これで私、近場をちょこちょこと回っております。外からはね、結構うるさい音が聞こえてるんですけども、まあ、そんな中ね、ちょっと公園に来てこんな感じの装備だけで今日はね、お出かけしております。まあ、iPad mini はね、もちろん持ってくるんですけど、まあ、これは今の撮っているインサ360X3 のね、ケースです。それとあと、まあ、コンパクトな、ナショナルジオグラフィックのカバンですね。これ 3.2 リットル、 2.1 リットル、まあ、ちょっとその辺は分かんないんですけど、まあ、そんな感じでね、撮ってきてます。で、今日もですね、まあ、天気はね、あまり良くないんですけど、まあ、ただ暑すぎるよりはまあいいかなと思ってね、今日もやっぱりチャリンコでお出かけです。まあ、普段ね、乗らないとやっぱりこういう機械物はね、すぐ錆びたりして、手入れをね、本当にかけてあげないといけないんですけど、まあ、乗ってればね、それほど手をかけなくても、まあ、そこそこ綺麗な状態を保っているので、まあ、とりあえずね、やっぱり乗ってあげないといけないということね。ただね、やっぱ近々考えているのはこの小ささですので、電車なんかにね、持ち込んでちょっと遠出をね、して、それで、まあ、この自転車であちこち走れればなとは思ってます。はい、そんでね、やはりどこにお出かけするにもこの iPad mini、まあ、小さいカバンで持っていけるっていうのもね、あ、ちょっとここ反響があるけど大丈夫かな、まあ、小さいカバンでね、持っていけるっていうのもあるんですけど、やっぱり常にね、手持ちで持っていける、まあ、そんな感じのね、相棒でございます。で、私、Chromebook プラスが届きました。今ちょっと手元にはないんですけど、手元っていうか家に置いてあるんですけど、まあ、性能的にはね、結構悪くないです。で、LumaFusion で動画の編集したところね、この iPad mini とね、ほぼ同等と同じぐらいのね、書き出し時間で書き出せるんですよね。なのでね、LumaFusion 自体がまだバージョンがベータ版みたいな感じなんですけど、まあ、動画を作っていく上ではね、全く問題ないんですよね。だから外でね、編集することさえなければ、この iPad mini もいらないなっていう、まあ、状況にまでなってきてしまってはいるんですけども、やっぱり手軽にね、外でコンテンツを楽しむとか、ちょっとした動画を編集するのには、最高の相棒なのでね、 iPad mini はまだまだ必要ですね、私の場合はね。まあ、家の中でね、編集するのは、まあ、Chromebook でもいいし、MacBook Air でもいいんですけど、Chromebook プラスがね、結構万能なんですよね。いろんなことができるっていうのはね、もう最初から分かっているんですけど、ウェブアプリがかなり充実してきてもいるし、あとね、ARM 系の CPU じゃないので、Blender がね、動くっていうね、そこも私の中ではちょっと大きなポイントです。ただ最新バージョンの 4.2 ではなくて、一応 4.0.6 だったかな、 4.0.2 だったかな、まあ、その辺が、動くだけなので、もちろん追い込んでいったりすることはできないんですけど、まあ、ただね、ちゃんとブレンダーが動くっていうのは大きな意味もあります。ちょっとした本当編集はね、ブレンダーで、できますし、ルマフュージョンも使えるっていうことで、まあ、ある意味最強に一番近いんじゃないかなと思ってます。まあ、ただ安定版のね、ブレンダー 3.6.9 かな、まあ、それをね、それも一緒に入れてるんですけど、そっちの方がやっぱりね、安定していそうな感じはします。4.0 のバージョンはサポート的にも長いサポートがあるわけじゃなくて、もう本当にね、その中継という感じなんですけど、まあ、ただ使えないこともないし、まあ、不便はそれで感じていることもないので、まあ、ちょっと Chromebook プラス少しずつね、使い込んでいって、もしかしたらこの iPad mini を食ってしまうんじゃないか、そして MacBook Air もね、食ってしまうんじゃないかという予想がね、ちょっと難しいんですけど、まあ、想定としては、まあ、共存していければなと思ってます。まあ、Chromebook がね、通常の Chromebook と Chromebook プラスでは性能が2倍差あるっていうね、一応そういうことらしいんだけど、ただバッテリーの持ちもね、半分近くになっているみたいです。っていうのは、
CPU の性能がやっぱり上がっていくと、どうしてもね、バッテリーの持ちが悪くなるっていうのはしょうがないんですけど、CPU がね8コアなんですよね。まあ多分ね、 Chromebook で一番バランスがいいのはね4コアの CPU を積んでいるもの、それが一番ねバランスよくて、バッテリーの持ちもそこそこの性能ということで一番バランスいいんじゃないかなと思うんですけど、やっぱ使ってみるとね、Chromebook プラスの性能の良さは一段と感じました。だからこの iPad mini と性能的にはねほぼいい勝負してるっていうのをうなずけるんですよね。だから逆に言えば Chromebook プラスと iPad mini が、まあ、私の中ではねどっちを使おうかなっていう選択肢になってしまっているっていうね、ちょっと悩ましいところではあるんですけど、まあ、今後ねちょっと使い込んでみたいと思っております。今日はねこのまま自転車で、まあ、ちょっぴり遠出をしていこうかなと思うので、まあ、その動画もね別動画で出していきたいと思ってますので、そちらの方もご覧ください。まあ、この小さい自転車でね、まあ、そんなに遠くまではね行くことはないんですけど、ただね新しい発見ってのが結構あるんですよね。小さい自転車っていうかね、自転車だからこそ新しい発見があるのと、特に自転車の中でもスピードの、ね、出ないこのね、小さい自転車だからこそ見つけられるポイントというのがあって、まあ、この公園もそうなんですけど、この公園ね車じゃ絶対見つけられないです。で、歩きでここに来ようかということも考えるのはちょっと面倒くさいなっていう距離なので、こういう自転車だからこそ来れるのかなという感じはしています。まあ、今のところはね、この自転車のおかげでねやっぱり新しい発見っていうのはいろいろあります。やっぱり荷物もね少なくなったっていうね大きなメリットはあるんですけど、まあ、何よりねやっぱり移動範囲の狭さの中でさえいろんなことが発見できるこの自転車にはやっぱりね、いろいろとまた今後もね新しい発見をさせてもらおうかと思ってます。ではまた。